クタバリリーラムセス。頂上級5のフルオート周回に挑戦。今回は経験値重視の舞台で。ボス戦の準備を進めつつ、伊川姉妹を軸に雑魚を掃除。新鮮な光景。これが私のストーン。およびん、見ててね。何でしょ、はい、このまま押し通る。ミニナーサラちゃんがいれば、私は100人力になる。どんどんかかってきて構わないぞ。ボスは総攻撃で一気に、大体ワンターン切る。クリティカルいっぱいだけ。約34秒で攻略。いい感じ。フルオート周回に成功。経験値を確実に稼ぎながら、ガンガン走りたいですね。塵も積もれば山となる。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり投稿していくので、今後もよろしくお願いします。